ランダを舞台に繰り広げられた驚くべき事件の真相とは何か。彼はなぜ贋作者の道を歩むことになったのか。もう一人のフェルメールの心の闇。メーヘレンはなぜあえて天才フェルメールの作品を描こうとしたのか。美術鑑定のプロフェッショナルの目を欺く悪魔的ともいえる贋作手法はどこで磨かれたのか。自分が描いた絵をいかにして300年以上前のフェルメールの作品に見せたのか。70億円もの巨額の富を得た天才贋作者メーヘレン。That is me. I'm the best. しかし彼は逮捕されます。罪名は国家反逆罪。ナチスドイツにオランダの国宝とも言われるフェルメール作品を渡したことを罪に問われたのです。完璧すぎる贋作を作ったメーヘレンはいかにして無実を勝ち取るのか。番組では当時の裁判の模様を映したフィルムを入手。そこには驚くべき事件の顛末が映し出されていました。もう一人のフェルメールと呼ばれた男メーヘレンは果たしてどうなったのか。コルテリングが語る魔法のような技術に魅了されたメーヘレンはその絵画技法を貪欲に学んでいきます。フェルメールのようにきらめく青色を描いてみたい。メーヘレンはウルトラマリンを作るためコルテリングのアトリエからラピスラズリを盗み出したことさえありました。ハンファン・メーヘレン、ただただ純粋に17世紀の絵画が好きだった青年は何故に贋作に手を染めることになるのか。クリステルさんはメーヘレン研究の第一人者クルーガー教授を訪ね事件の核心に迫ります。少年時代画家になる夢を父親に否定されたメーヘレンはやむなくデルフト工科大学の建築学科に入学しました。しかし夢を諦めたわけではありませんでした。画壇で生きる術を失っていくメーヘレン、ついには妻アンナにも愛想を尽かされ離婚。次第に生活はすさみアルコールに溺れドラッグにまで手を出すようになりました。時代遅れの不らち者、大きく狂い始めた人生の歯車、30代も半ばへと差し掛かる時期でした。メーヘレンに思いもよらぬ出会いが待ち受けていました。それは彼の運命を狂わせる悪魔の誘いでもありました。美術界から追放同然の扱いを受けたメーヘレン、そんな彼に思わぬ出会いが待ち受けていました。ねえ
メーヘレンが行きつけの飲み屋で出会ったのがウェイン・ハールデンという絵画の修復師でした。彼との出会いが贋作者としてのメーヘレンを誕生させるのです。修復師ウェイン・ハールデン。修復といっても彼のやり方は二束三文で買った原型もとどめないような古い絵に修正を加え、素人同然の買い手に高値で売りつけるという詐欺のような方法でした。メーヘレンが17世紀のオランダ絵画の技法に長けていることを聞きつけたウェイン・ハールデンはメーヘレンにある修復の仕事を一緒にやらないかと誘いをかけます。その仕事とは古典派絵画の修復。17世紀のオランダ人画家フランス・ハルスの作品を修復して高値で売ろうと持ちかけたのです。しかし修復とは名ばかりで元の絵の大部分が大きく損傷していたため、フランス・ハルスの作品かも定かではありませんでした。とはいえ17世紀の画家の作品を再現するという仕事にメーヘレンは没頭します。若き日に学んだ技術が大いに生かされた瞬間でした。こうして出来上がった絵画、パイプを持つ若い男は権威ある美術史家のもとに持ち込まれ、間違いなくフランス・ハルスの本物であるとの鑑定結果を受けます。ところが当時のオランダ美術界の最高権威ブレディウスが再鑑定したところ、表面の絵の具層をアルコールでこすって描かれた年代を確かめるテストで偽物と断定されてしまうのです。こちらが楽譜を読む女、メーヘレンの贋作。そしてこちらがフェルメールの手紙を読む聖衣の女。このどちらの絵にも高価な顔料ウルトラマリンが使われています。ここでもウルトラマリンが使われていますね。これがね問題の贋作には安物を使わず徹底して本物にこだわったメーヘレン。決して見破られない贋作作り、それには3つのポイントがありました。まず最初に取り組んだのは絵の土台ともいえるキャンバスでした。メーヘレン贋作技法、17世紀のキャンバス。さらにメーヘレンは歳月の経過を表すためあえてキャンバスを破き、その箇所を縫い直し古さを演出する工夫を施したといいます。そしてメーヘレンがこだわった贋作作り2つ目のポイントは描かれた絵の表面にある絵の具を固くすることでした。メーヘレン贋作技法、オーブンで絵の具を固く。メーヘレンの贋作作り3つ目のポイントは絵画の表面のひび割れをいかにして古く見せるかということでした。メーヘレン贋作技法、ひび割れに黒インク。贋作作りの3つのポイントを全てクリアして作り上げたメーヘレンの作品は見事に17世紀の絵画を再現していました。しかしメーヘレンはそれで満足したわけではありません。自らを追放した美術界、さらには美術鑑定のプロフェッショナルを欺くための究極のトリックを考えていたのです。それこそがフェルメールの空白でした。それが
メーヘレンの思いでした。しかし国家反逆罪に問われた彼にはもはや真実を話すしか道はありませんでした。あれは私が描いたものだ。私はフェルメールになりすましていたのだ。国家反逆罪から逃れるため、自分はフェルメールの贋作者であると名乗り出たメーヘレン。ところがエマオの食事をはじめ、メーヘレンが書いた贋作は権威ある専門家たちから本物であると認定されている作品だけに、誰も聞く耳を持ちません。自らが作り上げた贋作の完璧さが仇となり、偽物だと証明できなくなってしまったのです。どうしたら偽物だと証明できるのか、メーヘレンは驚くべき方法を提案します。公開の場でフェルメールの作品を描いてみせましょう。模写などではありません。メーヘレンは観察官の目の前でフェルメールの作品を描くことで身の潔白を証明してみせると宣言したのです。オランダ国民は前代未聞の展開に驚きました。果たして真実はどこに、メーヘレンは本当にフェルメールを描けるのか。当時の貴重な映像が残されていました。1947年10月29日アムステルダム高等裁判所第4法廷はまるでメーヘレン作品の個展会場のようでした。そこにはメーヘレンが描いたフェルメール作品が一堂に集められていました。そしていよいよ鑑定結果をオランダ美術界の重鎮が発表したのです。裁判の中でメーヘレンは贋作を続けていた時の心境を次のように語りました。批評家たちにこっぴどく中傷され、自分自身の作品を展示できなくなり、自分で自分をコントロールできない状態でした。美術のいろはも知らぬ批評家たちが寄ってたかって意地悪く私を壊したんです。金が欲しくてやったわけではありません。メーヘレンに下された判決は詐欺罪としては最も軽い禁錮1年。国家反逆罪については無罪でした。すると信じられないことが起こります。この結果を知るとオランダ国民は一転してメーヘレンを英雄と囃し立てたのです。国宝を売り渡したと思っていた男はナチスを騙し略奪された絵画を奪い返した英雄だと。当時の新聞が行った調査によると、メーヘレンの人気は時の首相に次いで2番目だったとあります。一躍英雄となったメーヘレン、美術界への復讐に心血を注いだ時間が思わぬ形で報いられた瞬間でした。刑期を終えればようやく自分の作品が描けるようになる、そう思ったのもつかの間、裁判の2ヶ月後1枚の絵も描かないままメーヘレンは心臓発作のためこの世を去ります。58歳でした。